9月5日、中国のエリート官僚から転身を遂げた香港のヘッジファンドは、人民元の極秘情報を手に入れようとしていました。9月21日、ニューヨークで巨額のマネーを操る通貨の魔術師に、思いもかけない危機が襲っていました。Miserable.10月3日、東京のメガバンク。うるせえ、何？投機マネーが引き起こすドル高の嵐に翻弄されていました。ニューヨーク上空の蝶の羽ばたきが東京に嵐を引き起こすという言葉があります。地球上のどこかで起こった出来事が遠く離れた場所を揺さぶり、それが増幅しながらさらに別の場所へと連鎖していく。一見無関係に見える出来事には不思議な結びつきがあるのです。この番組は世界3つの場所に同時にカメラを据え、地球規模で巻き起こるうねりを立体的に捉えていきます。シリーズ同時3点ドキュメント、1回目の今日は秋から冬にかけて激しく揺れた為替市場の記録です。